バードシャーテルグの皇帝は2013年に公開されたインドのアクションコメディ映画。シュリーヌ・ヌバイトラが監督、バンドラガネーシュがプロデューサーを務め、彼が経営するパラメスワラアートプロダクションが制作を手掛けている。エ t ティラーマラオジュニアが主演を務め、カージャル・アグルワール、ナブディープが出演している。サウンドトラックはエスタマンが作成している。撮影はジャナン・ンセント、 R.D. ラジャセカール、K.V. グハンが担当している。2013年4月5日に公開された本作は、批評家から高く評価され、工業的にも、スーパーヒットを記録した。日本では2014年に大阪アジアン映画祭で、初上映された。世界の上映スクリーン数は1550を記録した。バードシャーの異名を持つラーマラオは、香港を拠点とするマフィアのクレイジーロバートに、 捕らえられた父ダンラージを助け出す。数日後、ミラノに向かったバードシャアは、ハイデラバード警察長官ジャヤクリシュナの娘で、社会活動家のジャーナキと接触するため自殺志願者を装い彼女に近づく。ジャーナキは自殺を思いとどまらせようとバードシャアを説得するうち、次第に彼の魅力に惹かれていく。同じ頃、 ハイデラワードでは殉職したバララーム捜査官の葬儀が取り行われており、彼の部下アーディは犯人はバードシャーだと告げる。バードシャーの父ダンラージは東南アジア一帯を支配下に置くマフィア、サードバーイの部下としてカジノを経営しており、バードシャーもマフィアの一員として競合相手のバイオレントビクター、ルースレスジョニーフ氏との抗争に明け暮れていた。ジョニーを殺した手柄で、 マカオの支配権を手に入れた、バードシャアだったが、息子の復讐を企むビクターは、サードと手を組み、バードシャアの対等を恐れるサードは彼を殺そうとする。サードとビクターに叔父を殺された、バードシャアはビクターを殺し、サードは、ビクターの弟ロバットと手を組む。サードは、インドで大規模な爆弾テロを計画し、情報を入手した、警察庁長官、ラームチャンダルは、 バララームを派遣して爆弾を押収させようとするが、サージと内通しているアーディによって彼は殺される。サージュの資格を撃退したバードシャーは雇い主であるラームチャンダルと連絡を取り、彼のメージャーナキとアーディの結婚を阻止するため、彼女と叔父ゴーピクリシュナ一家と共にハイデラバードに帰国する。バードシャーは結婚プランナーに噴して、ジャヤクリシュナの信用を得て新派家に潜り込み、 サードを誘い出すための計画を練る。バードシャアは厳格なジャヤクリシュナに敷いたげられている妹婿、パドマナーバに目をつけ、願いが叶う夢を見せる装置を作動させて、彼の活躍に見せかけて、サード一味を倒し、爆弾を押収する。計画を阻止されたサードは、ハイデラワードに乗り込み情報屋を殺し、アーディにバードシャアに協力している警察関係者を探るように命令する。 一方、バードシャーは、母とジャーナキに、自分の正体がマフィアであることが露見してしまう。バードシャーはかつてサードの爆弾テロで犠牲になった義兄シッテの復讐を果たすために警察官を目指したものの、マフィアの息子であることを理由に採用を拒否され、父のコ訴を取り下げることを条件にラームチャンダルの協力者になったことを告げる。結婚式前夜のパーティーの席上、アーディは、 パドマナーバーを泥酔させて、バードシャーの雇い主を聞き出そうとするが失敗し、式場で騒ぎを起こしたことで蛇クリシュナの怒りに触れて、婚約を破棄されてしまう。ラームチャンダルとパドマナーバーを拉致して、バードシャーの計画を知ったサード・トロバートは、ハイデラ・ワードから逃亡しようとするが、バードシャーに先回りされ逃亡を阻止されてしまう。バードシャーは襲いかかってきたサードたちを帰り討ちにして、 復讐を果たし、ジャーナキと結婚式を挙げる。NT ラーマラオジュニアカージャルアグルワール、ドークズ完成後の2011年7月、シュリーヌ・バイトラは、NT ラーマラオジュニア主演、バンドラガネーシュのパラメスワラアートプロダクションが制作を担当する次回作の制作を発表した。バイトラは2ヶ月間の期間を置いて、制作を開始することを付け加えた。 この時点での映画のタイトルはマンキクツンマコットチトラムだったが2012年1月に正式なタイトルがバド社であることが発表された。同年2月に公開イベントが公開されることが報じられた。しかし実際にハイデラバードのラマナイドスタジオでイベントが開催されたのは3月18日でありラームチャラントベンカティシュダッグバーティが出席した。制作チームには ドークズに引き続きエスタマンが参加している。ラーマラオジュニアは自身の新たなキャラクターを開拓するために出演を決めた。また彼の演じるキャラクターには複数の側面があることが報じられた。制作チームは当初サマンタ、ルスプラブの起用を検討していたが彼女は多忙なスケジュールのため出演することはできなかった。最終的にヒロイン役には カージャル・アグルワールが起用され、彼女とラーマラオ・ジュニアは、グリンデイ・バナム以来二度目の共演となった。悪役の一人には、ナブディープが起用され、バードシャアの兄役として、シッター・ルトが起用された。2013年3月には、スハーシニ・マニラトナムが、バードシャアの母親役として出演することが発表された。マヘシュバブが、映画の一部分でナレーションを担当することが報じられ、 様々な憶測が流れた後、複数の重要シーンでボイスオーバーとして登場することが発表された。ブラフマーナンダムは警官役として起用され、彼の役は非常に特別であると発表された。アイテムナンバーには、迷惑シディクシットとニコール・エイミー・マデルが起用された。当初、撮影は2012年6月15日を予定していた。実際に主要撮影が始まったのは、 ソウルからミラノに移動した後の7月1日からだった。撮影スケジュールはヨーロッパで行われると言われていたが、イタリアで重要シーンを撮影した後は2曲の歌唱パートといくつかの重要シーンを撮影したのみだった。ヨーロッパでの撮影を終えた後はバンコクに移動して撮影が行われた。同地ではマフィアのバックグラウンドに関する重要シーンが撮影され9月25日に 同地での撮影が終了し、この時点で全体の60%の撮影が終了した。バンコクでの撮影終了後は、ハイデラワードでコメディシーンなどの撮影が行われた。同地では、ノボテルでの撮影も行われ、ラーマラオジュニアとリシュの対話シーンが撮影された。10月第2週から同地での撮影が再開され、映画のハイライトシーンがガチボーリのアルミニウム工場に、 建てられた巨大なセットで撮影された。いくつかのアクションシーンを撮影した後、11月に重要シーンの撮影が行われた。12月には、ラジーブガンディ国際空港で3日間撮影が行われ、同月からナブディープが撮影に参加した。その後は、カチグダの寺院やハイデラバードのホテルダスパラで撮影が行われ、ラーマラオジュニアとナブディープ、ドルジーなどが参加して、 ナーガールジュナ・サーガルダムで一週間かけて、クライマックスシーンが撮影された。その後は、アンナプルナスタジオで、ラーマラオ・ジュニアの歌唱シーンが撮影された。ノボテルのパッチワークがほとんど完成していなかったため、すべての撮影が終了したのは2013年3月15日だった。音楽は、バイトラ、ラーマラオ・ジュニアと仕事をした、経験のあるタマンが担当し、ウダカマンダラムで、 話し合いが行われた。サウンドトラックは6つのトラックで構成されており、それぞれタマン、ラマジョガウア・サストリー、クリシュナ・チャイタニア、ビシュア、バスカラ・バトラ・ラベクマールが手掛けている。ハイデラ・バードのラマナイル・スタジオで発表会が行われた後、2013年3月17日にアーギテア・ミュージックから発売された。ハリ・ベンカー・テイシュア・ラ・フィルムズは、グンドゥールの配給券、 スリニケタンフィルムズは、ネルールの配給券をそれぞれ獲得した。バラスピクチャーズは、ビシャーカッパトナムの配給券を4100万ルピーで購入した。映画のレーティングは UA に指定され、2013年4月5日に公開された。チケットの販売は4月2日から開始された。アメリカ合衆国では、記録的な数の劇場で上映された。ラマラオジュニアにとっては、 工業的に失敗したシャックティ・ダンム以来の主演作であり、観客からの期待が高かった。映画は公開第1週末に世界合計で3億3000ルピーの工業収入を記録するスーパーヒットとなり、バイトラ作品としては7番目のヒット作となった。海外市場では公開第1週に930万ルピーの工業収入を記録し、 公開第3週の後継工業収入は4億2710万ルピーを記録した。インドでは公開された大都市すべて大きな反響を呼び、公開3日間でチケットが完売した。公開初日はシングルスクリーン、シネマコンプレックスの両方で満席となった。映画館には事前予約が殺到し、公開日早朝には完売していた。アンドラプラデーシュ州では、 公開40日間で5億6020万ルピーの工業収入を記録し、2013年5月24日には60巻で上映日数50日を記録した。7月13日には5巻で上映日数100日を記録した。アメリカでは108スクリーンで合計23万4686ドルの工業収入を記録し、 それまでアメリカで公開されたラーマ・ラオジュニア主演作の中で最大のヒット作となり、同時にシート・マ・バキトロ・シリー・マレイ・チェ・トゥーの記録を更新した。タラン・アダルシュによると、アメリカでは公開3日間で興行収入が100万ドルを記録し、公開8週末で100万ドルを記録した初めてのテルグ語映画になったという。ザ・タイムズ・オブ・インディアは、バード・シャー・テルグの皇帝は、 ラーマラオジュニアのファンのためにあります。しかし、ファン以外の観客もコメディ要素とラーマラオジュニアの強力な存在感のために映画を楽しむことができます、と批評している。アイドルブレインは3.255の星を与え、バードシャーテルングの皇帝は、シュリーヌ・バイトラが、ラーマラオジュニアと、ブラフマーナンダムを効果的に活用して、エンターテインメントを提供する映画です。ラーマラオジュニアは、 長いギャップの後に良い工業成績を持つ主演作を手に入れました。それは彼のスターとしての力とバイトらのブランド力をさらに引き上げますと批評している。123テルグはバードシャーテルグの皇帝は夏休みには最適なエンターテイナーです。ラーマラオジュニア、カージャル、ブラフマーナンダム、そしてナラヤナの素晴らしい演技は楽しい後半へとつながり映画にとって プラスのポイントになっています。シュリーヌ・バイトラの過去の企画と似ているにもかかわらず、非常に面白く見れます。今週末は、バードシャーテルグの工程を見てください。面白さは、保証付きです。と批評している。オネエンジアエンターテイメントは3を 5, 5の星を与え、バードシャーテルグの工程は、良いまさらエンターテイナーであり、主要キャストの素晴らしい演技とサウンドプロダクションには、 価値があります。映画はあらゆる観客の心をつかみます。これはラーマラオジュニアのファンのための映画です。ヤングタイガーの活躍を見逃すことのないようにと批評している。スパーグッドムービスは4、5の星を与え、ラーマラオジュニア、カージャル主演のバードシャーテルングの皇帝は今夏の成功したエンターテイナーです。 すべての俳優の輝かしい演技がマッチしたエンターテインメント映画です。シュリーヌ・ヌバイトラはすべてのプロジェクトで証明しました。完璧なエンターテインメントが保証されていますと批評している。2013年7月19日にババニ DVD カンパニーからビデオ CD、DVD、ブルーレイが発売された。ありがとうございます。